ペコリちゃん、今日は久々にマルチタスクの話をしていきます。何度かですね、別の動画でマルチタスクっていうのは生産性を下げるだけで、やった感触はあるんですよ、やった感触はあるんですけれど、実際にじゃあ進捗はどのくらい進んだかっていうと、シングルタスクで一個一個こなしていくよりも、全然進んでませんよという、まあ、結果が出ているという、そんなお話をしたことがあります。まあ、よくですね、言われるのが、これからの時代はマルチタスクが求められるとか、一人でいろんなことができるようにならなくちゃいけないみたいな、そんな話とかっていうのが結構いろんなところで言われたりしてるんですけど、脳科学的に見た時には、脳っていうのは、まあ、一つのことしか見ることができない、やることができない、処理することができないというような結果が出ていますので、実際にはマルチタスクっていうのは言われているだけで、今の現状の人間の脳の動き的には、むしろ効率を下げてしまうというような話が出ています。で、そんなわけですから、実際にいろんなことを手取り足取りやっていくっていうのは逆効果ですよっていう話を何度かしてきたんですけど、そうは言ってもやっぱり今のこの時代、いろんなことをですね、同時に処理をしていかなくちゃいけないっていうのが、まあ流れと言いますか、皆さん自身も特に仕事をされている方なんかっていうのはひしひしと感じているところだと思います。私自身もですね、今勤めている支社の人間がなかなかですね、会社のですね、人間が少ないというところがあって、ちょっと転勤があったりとかもしてね、いろいろな事情が変わったっていうのもあったんですけれども、一人当たりのお客様を対応しなくちゃいけない時間っていうのがものすごく増えてですね、これまではこの時間には終わってるだろうなっていう仕事もやっぱり2時間3時間ちょっと伸びてしまったりとかっていうのが、トータル的なその処理、一人当たり の, そのお客様の処理って大変か、お客様の対応の時間っていうのが変わったわけではないんですけど、件数やっぱり増えてきてしまって、あれもやってこれもやって、あの人には電話してこの人にはメール打って、あの人には、なんか操作資料を送ってとかっていろいろこうやっぱりあるんですよね。っていうことをやっていったら、作業量の多いこと多いことトータルのということで、作業量が多いと、一つのことでいいというわけにはいかなくなってきますよね。やっぱり同時に処理しなくちゃいけないと。ということで、じゃあ今回はどうしても免れ得ないマルチタスクをこなしていくためにはどういう風にやったらいいのかっていう3つのデザインを実験して、このやり方だったらマルチタスクでもなんとかなりますよっていうことが1つ見つかりましたのでご紹介をしていきます。まずですね、3つのデザインって何かっていうと、1つはですね、持ち時間っていうのがそれぞれあるとします。で、この持ち時間っていうのは3つのうちどれも同じ時間だとしましょう。で、その持ち時間のうち半分を1つ目の作業に割り当てて、で残りの半分っていうのを、2つ目の作業に割り当てましたとか、要は例えば1時間あったとしたら、30分と30分は、30分30分に分けて、30分は A という作業、30分は B という作業をしてくださいねっていう感じです。それから2つ目が、あらかじめ決めた感覚で定期的に2つの作業を切り替えると。例えば10分ごと、10分は A、 10分は B、 10分は A、 10分は B というような感じで切り替えていると。それから3つ目は、自分のタイミングで自由に A をやろう、 B をやろう、今は A だなっていうのを切り替えていくことができると。で、作業内容は同じだったとして、結論ですね、どの作業方法、要は30分を真っ二つに割ったのか、時間を区切ってタスクを変えていったのか、自由な時にタスクを変えていったのかっていうので、結論は2つ目のですね、時間を決められた中でタイミングで、区切って A、B、A、B、A、B っていうふうに区切ってやると。失礼しました。というやり方が一番成果が出たということなんですね。タスクを切り替えているタイミングの方がクリエイティビティが発揮されたという、そういう実験結果が出ました。ですから皆さんも1日の仕事の中で、例えば朝9時から、9時半まではこれをやる、9時半から10時まではこれをやる、10時半から10時15分まではこれをやるっていうふうに時間をもう区切ってしまって、要は学校のその時間割みたいな感じですよね。学校の時間割でよくやっぱ集中できる生徒の人たちなんかっていうのは、50分という時間の中で国語、数学、理科とかっていう風に、あとはやっぱりきちっと切り替えられるからなんですよね。で、これは何でかっていうと、4つ の, パフォーマンスのその流れっていうものがあって、要するにその決まった時間の中でタスクがあることによって意識をきちんと切り離すことができるんですね。ここまでやったらもう一切忘れてしまって次の作業に移るっていう風に意識を切り離すことができると。で、2つ目に一歩引いた視点で見れるようになるんですよね。タスクが全く離れるっていうことはそこに執着するので、執着してしまうとやっぱりその、なんていうんですよね、井戸の中の
変えるみたいな感じにならずに、ちょっとした俯瞰視点から見ることができると。はい、でそれから3つ目に凝り固まった発想から抜け出すことができて、まあ、これ2、3つながってるって感じですね。そして4つ目に最終的に良いアイデアが出ると。なので生産性が上がると。でそれからやっぱり集中力の話っていうのもあるので、人間はその最大の集中力がどうしても45分とか90分というふうな形で区切られていて、一つのことをずっとやり続けていると集中力がどんどん下がっていってしまうから、1個違うことを挟んであげることによってまた元に戻った時に同じ時間取り組むのでも集中力が下がっているのと上がっているのと大きく変わってくると、まあ、そんな話もあったりしますんで、要は結論から言うと、今更結論から言うと結構話しましたね。結論を言うと、計画されたマルチタスクは OK、 ただし突発的なマルチタスクはダメというのはこういう結果なんですね。なので途中でも言ったように、皆さんが仕事を取り組むにあたって、勉強するにあたって、この時間はこれをする、この時間はこれをするっていう風にきちんと計画を立てて時間割を組んじゃいましょうと、そういう風なやり方でいったら、1日にいくつもの仕事、いくつもの勉強ってやっていったとしても集中力は落ちないし、かつですね、作業効率っていうのも上がっていくという結果が出ましたということですので、マルチタスクっていうのは時代的に求められてきているんですけれども、何も同じ時間に3つ4つやるっていうのはじゃあわけではなくて、時間の中にこれをやる、あれをやるっていう風にその一個一個区切ってやっていく方がいいですよっていう、まあ、それがマルチタスクとのうまい付き合い方というお話でした。ということで、私もですね、その方法をやってから、まあ比較的その日中の間に結構こうやらなくちゃいけない仕事っていうのを終わらすことができて、それも前日に立てた計画ですけどね、どうしてもやっぱりその日に入ってくる突発的な仕事っていうのは順序立ててやっていかなくちゃいけないんですけれども、その1日の終わりで次の日にこういう仕事やっていこうというふうに、まあ、計画を立てることによって、まあ、日中の作業はだいぶ早くなったかなっていう気はします。どうしても夜はなんて言うんでしょうね、その後処理みたいなところで時間がかかったりはしてるんですけれども、だいぶ個人的にはこのやり方をしているおかげで負荷は減ったかなという感覚はあります。皆さんにお伝えする話っていうのは大体ほぼ 100% の確率で僕自分でもやって結果が出てるなとか成果が感じられるなとか、やってて気持ちいいなと思うことを皆さんにご紹介しているところでありますので、ぜひですね自分自身も実感が湧いているんで、皆さんも試してみていただけたらなというふうに思います。ということで本日の動画は以上とします。お疲れ様でした。なんだ、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。